皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今回からですね、今回というか次からですね、2023年の4月8日に西オーストラリアで起こった皆既日食、の撮影 Vlog をスタートしたいと思います。わーわーというか、おいおい半年前かよって感じなんですけど、2週間行ってたんですよ。オーストラリアをぐるっと回ったんですね。で、大量に動画を撮影したので、もう編集がねすぐ終わんないと思ったので、ちょっと後回しにしちゃってですね、こんなに長くなっちゃったんですけど、すいません。で、まあ2023年も終わるので、その Vlog 着手しようかなと思うんですけど、まずですね、先に Vlog をお見せする前にですね、皆既日食って何よというのを説明した方がいいなと思いまして、この動画を撮ってます。はい、この動画ではその皆既日食って何ですかというのをご紹介させてます。それでは行ってみましょう。皆既日食というのはですね、地球と太陽の間に月が入って太陽が隠されるという天文現象になります。月と地球と太陽の位置関係によって発生するものなんですけども、太陽と月の間に地球が入ることによって発生する天文現象は皆既月食って言います。月が赤くなる天文現象ですね。月というのは地球に対して楕円の軌道で公転しているんですね。地球の周りを回っています。その一番近づいた時が月が大きく見えるスーパームーンっていうふうに言われてるんですけど、こう一番離れたところだとあのミニマムーンとか言われますよね。一番離れた月っていうのはスーパームーンよりも少し小さく見えます。で、この月の大きさが非常に重要でございまして、地球と太陽の間に月が入った時にですね、この月が地球から離れてる状態、小さい状態だと太陽全体がですね、すっぽりと月に隠されないで輪っかのように見える金環日食という天文現象になります。これがもっと地球に近づいてって、太陽の大きさと変わらないぐらいの大きさになると皆既日食、月によって太陽がすっぽりと隠されると。で、月の大きさによって皆既日食が起こる時間、月が太陽に隠される時間がどれだけ長いのかっていう長さが決まってくるんですけども、皆既日食ってその月の大きさによってはですね、3分とか4分とかすごく長い間、見ることができたりするんですけども、今回私たちが見に行ったのはですね、50秒弱ですね。すごく、短い皆既日食です。普通の考えだとすごくその皆既になる時間が短い、太陽が月に隠される時間が短いのでつまらないんじゃないかっていうふうに考える方が多いと思うんですが、これ実は違ってですね、違うっていうか、まあ別の見方が、楽しみ方があるんですけども、月と太陽の大きさがほぼ同じぐらいだと皆既のとなる時間が短いんですが、その代わりですね、皆既日食の時にコロナっていうですね、太陽の周りにこう白い、なんていうかね、ビヨビヨビヨって吹き出したガスのようなものが見えるんですけども、それ以外に太陽からプロミネンスっていうなんか炎の柱みたいなのが出てるんですよ。それが皆既時間の短い日食、つまり太陽に対して月がちょうどぐらいのギリギリのサイズの大きさになってくると、ちょうどその端っこにあるプロミネンスが見えるんですね。だからコロナプラス赤いプロミネンスが見えるから、今回の日食は結構美しいんじゃないかっていうことで話題になってたんですよ。ただ、これが、皆既日食っていうのはですね、世界のあちこちでこう起こっているんですが、とても狭い範囲で起こるんですね。で、今回2023年の4月8日に起こったオーストラリアの日食っていうのは、オーストラリアの左上のですね、Xマウスというですね、非常に限られた、場所で起こるというものでした。これを見に行くのがまあ大変だったんですね。まあまだコロナが完全に明けきれてなかったっていう感じもありますけども、とにかく行くのが大変な場所だったので諦める方が多かったと思うんですけども、今回私はですね、ケアステックという、天体望遠鏡の、メーカーの、川野さんという方と、それから佐賀天文同好会の会長の副島さんっていう方が、企画した、まあ、プライベートツアーですよね。みんなで日食見に行こうぜっていう、それに参加させていただいたんですけども、旅程としてはですね、東京成田空港、私の旅程がですね、成田空港から、マレーシアのクアラルンプールまで、行って、これここまで飛行機で7時間半ぐらいかかるんですね。
でそこで3時間ぐらい待って、それからまた飛行機に乗ってオーストラリアの、パースっていうところに行きました。ここまでが5時間半ぐらいですね。だから移動時間15、6時間あったのかなっていう感じなんですけど、ただここからが長かったんですよ。Xマウスっていうのがですね、周辺にこの空港みたいなのがないみたいで、パースからこう車で行くしかないという話だったんですね。で、今回20人ぐらいで、チーム組んで行ったんですけども、レンタカーを4台ぐらい借りて、プラスランドクルーザー、ランクルを2台借りてですね、みんなでこう複数人で運転を交代交代しながら行ったんですね。で、パースに着いてからですね、ワディブッシュリゾートっていうところまで2時間かけて、ここまでがだいたい約200キロ。でそこから、ワディブッシュリゾートからウーラメルっていうところまでが、600キロですね。でウーラメルからエクスマウスっていうところまでが500キロっていう感じで、とにかく丸1日移動移動、1人なんか200キロずつ走ったら交代みたいな感じで、じゅんぐりじゅんぐり行ってですね、まあそのエクスマウスまで行くのが大変だったっていう、そういう、曲ですね。まあみんなで協力しながら、大変な思いをして、なんとか日食を見ることができたんですね。この皆既日食がいつどこで起こるのかっていう一覧はですね、リンク先、概要欄のリンク先に、国立天文台さんの、ホームページを貼っておきます。日食一覧のページを貼っておきますので、そちらを見ていただきたいんですけども、日本で、この日食が見られる機会って非常に少ないんですけども、次がですね2030年6月に北海道で金環日食、それから2035年の9月にですね、茨城から群馬にかけてこう抜けるですね、割と関東に近いところで起こる皆既日食っていうのがあります。見たいという方は海外に行くか、もしくは、日本で、その時が来るのを待つかという感じですね。でちなみにですね、来年4月8日かな、来年の2020年の4月8日は、メキシコからアメリカにかけて皆既日食が起こります。はい、それで、ね、私ね行く予定なんですよ。一応飛行機ももう取ってですね、いろいろ今計画を練っているところなんですね。まあ日食を撮影し、その後ぐるっとアメリカ、まあ前回アメリカ行った時に回りきれなかったところ回って帰ってこようかなっていう感じなんですけども、その次の日食はですね3分ぐらい確か、あるんですね。少し長めの日食になるので、2023年に私が経験した日食とはですね、また違ったものが見れると思うので、めちゃめちゃ楽しみにしているんですけども、やっぱりね、一回見ちゃうとね、ハマるっていうか、まあ、失敗もしたのですごい悔しくてですね、まあ、リベンジしたくてしょうがないっていうのは本心ですよね。来年また行ってこようと思います。はい、それでは今日の動画はここまでになります。次回からは、その皆既日食の Vlog になります。結構長めの Vlog になりますが、まあ、皆既日食の部分はですね、まあ、かなり感動していただけるんじゃないかなというか、まあ、私の感動を伝えることができるんじゃないかなと思いますので、楽しんでいただければと思います。それでは、また次の動画楽しみにしてください。さよなら、バイバイ、したっけねー。